て意識あるぞ。おい、妙な動きすんじゃねえぞ、てめえ。ゆっくりこっち向け、面見せろ。気をつけろ、靴のムカデ屋に行っちゃいけない。わけのわからない爆発が起こるぞ。いきなり店の主人が吹き飛んだんだ、あそこの二人も。爆発だと。おい落ち着け、あんたは巻き込まれたのか。私はただの会社員です。でももう私は死ぬ、こんなに血が出てる、痛いよ。おい落ち着きなよ、もう大丈夫だ、傷は俺が治してやるよ。痛いってどこをやられたんだ。あばら骨が肺に刺さっているのかもしれない。早く治してくれ。早く、どっから誰が見ても高校生にしか見えねえこの俺に、なぜ治してくれと頼む。このなりだとパチンコ屋にも入れねえんで苦労してるっつうのに、てめえは俺が医学部卒のお医者さんにでも見えたってわけか。ああ、引っかかりやがって。てめえは俺のクレイジーダイヤモンドが見えてたな。しまった、焦りすぎた。つまりてめえが敵だ、相打ちになったんだ。